はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはこちら、ドイターのバックパックフューチュラプロ36、こちらご紹介していきたいと思います。こちらの製品なんですけども、ちょうど1年ぐらい前にですね、前のモデル、こちらの YouTube でご紹介をしていました。で、今回ですね、新しいモデル出まして、モデルチェンジしましたので、どんなところが変わったのか実際に見ていきたいと思います。以前の動画でもご紹介しているんですけども、このドイターというブランド、背面にこう隙間を作ってメッシュのパネルを貼ったりして、背面からこう空気を取り入れるバックパックの元祖ですね、世界で初めて作ったというブランドになってますけども、今年2021年春夏シーズンの一番大きなトピックはですね、35年ぶりにロゴマークが新しいものに変更されたということですね。そちらがこちらのロゴマークになりますね。今まではこのアルファベットの D をモチーフにしたロゴマークだったんですけども、よりシンプルなデザインのロゴマークに変更になりました。はい、こちら製品見てもですね、今回このロゴマークが変わっていることがわかると思います。では続けて本体のスペックも見ていきたいと思います。まずサイズ感なんですけども、高さが63センチ、幅が32センチ、そして奥行き24センチといったサイズ感になっております。以前のモデルより若干こうダウンサイジング、小さくなったような感じですね。そして素材なんですが、本体全体にメインで使われているのがこちら210デニールのナイロンですね。リサイクル素材 50% を配合しているものになります。そしてこちらのボトムの部分の一番重さのかかる部分ですね。こちらが600デニールのポリエステルを使用をしております。本体素材すべてを含めて BFC フリーフッ素化合物を使っていない製品になります。先ほどからですね、リサイクル素材 50% や BFC フリーといった用語が出てきましたけども、このドイターというブランドはですね、サスティナビリティへの取り組みといった意味で先進的なブランドになっています。先ほどもご紹介したこの BFC フリー、生物への影響が懸念されるフッ素化合物を使用しないといった製品作りですね。ドイターでは2020年からですね、すべての製品においてこの BFC フリーになっています。そしてブルーサインの認証ですね。繊維産業の事業者に対して世界一厳しい環境基準で、このブルーサインの認証を取った製品のラインナップをどんどんと増やしている。そしてフェアウェアファンデーション、製品の生産を行うサプライヤーへの処遇、待遇、労働環境などの改善を行っていくこの基準でありますけども、ドイターの場合はですね、90年代から一貫してベトナムの2つの会社での生産、同じサプライヤーでですね、生産を続けてきたことによって、非常に早くからこのフェアウェアファンデーションの認証を受けているということになってます。はい、本体容量はですね、記載通りの36リッターになります。重量 1580g は前のモデルと同じですね、前のモデルを維持した重量になっています。生産国は先ほどもご紹介した通り、ベトナムの工場での生産になります。はい、続けて本体の特徴を見ていきたいと思います。まずはですね、このスプリングスチールフレームですね。今ちょっとこのメッシュのパネルなどでかぶさっていて、ちょっと見えづらいんですけども、本体に対してこのような形でですね、スチールのフレームが通ってまして、この内蔵フレームがあることによって、ドイター最大の特徴であるこのメッシュパネルの張りですね、これをこう一定に保ってくれる。このメッシュパネル自体もですね、このスプリングスチールフレームの付け根にくっついていまして、張りをしっかりと保ってくれる、そんな仕組みになってますし、このフレームの最後はですね、腰部分のヒップフィンにつながっています。なので、この本体の荷重を正確にこのウエストベルトに分散してくれる、そんな役割も果たしています。そしてドイターのバックパック最大の特徴であるこの背面メッシュですね、エアコンフォートセンシックプロを採用しております。このテクノロジー自体もですね、以前のモデルをこう踏襲した、さらにブラッシュアップした、そんな仕様になっていますね。こういった形でですね、かなりこうしっかりと広い空間ができてます。完全にもう背中から浮いている状態ですね。この背面の空間が抜群の通気性を助けている一番の要素になってくるかなと思います。
そしてこの背面のパネル自体もですね、しっかりと貼ってはいるんですけども、多少こう弾性のあるクッション性のある感じなので、まあ、背負っていても不快になりにくい、そんな背面パネルになっていると思います。続いてこちらのヒップフィンですね、バリフレックスヒップフィンとなっていまして、歩行中の足の動き、上下左右の動きがありますけども、その歩行中の足の動きに応じてこのヒップフィンがピボットしますね。この中央を支点にして完全にこの一体でつながっている形になっているので、この体の動きに対してしっかりとこう追従する、そんなヒップフィンになってますので、体とパック自体のズレを抑えて背負い心地が悪くなってしまうことを防いでいます。そしてこのヒップフィンはですね、エルゴノミックコンフォートロックのシステムを採用しております。日本語に訳すとですね、人間工学に基づいたフィット感を持っているこのロックシステムですね。しっかりとこのバックルで調整可能になっていまして、この溝の部分がですね、ちょっとこのクッションのパッドも変わってたりして、この腰骨の出っ張りの部分をこう包み込むように全体でフィットしていく、そんなデザインのヒップフィンがですね、バック本体の荷重を均等に分散していって、この腰の部分への負担を軽減させてくれる、そんな仕組みになっています。ヒップフィンにはジッパー式の小物用ポケットが2つですね、両サイド1個ずつあります。結構しっかりとした容量をとってありますね。 iPhone SE 2代目のモデルですが、ちょうど横幅でぴったりぐらいですかね。携帯を入れたり小型のデジタルカメラ、あとはコード色なんかにちょうどいいポケットがついています。続いてこちらショルダーストラップですけども、こちらちょっと前のモデルに比べてですね、全体的に軽量化や抜けを意識したそんなデザインに変わりましたね。今まではメッシュが表面から抜ける部分とかはなかったんですけども、今度はこの下半分ぐらいがですね、こうメッシュで薄く軽量なものに変わりましたね。でこちらがこのアクティブフィットを採用しています。背面長の長さなどの調節機構は搭載はしていないんですけども、非常にこうしなやかでかなりよく動きます。なのでこの肩幅やショルダーアングルに応じて柔軟にショルダーストラップ自体が変形して追従していく、そんなショルダーストラップシステムになっています。こちら左のショルダーストラップなんですけども、ここにですねサングラス用のアタッチメントが装備されました。こちらですね、前のモデルにはなかった機構ですね。他のバイク用なんかのモデルからですね流用された、そんなシステムということですね。非常に便利だと思います。サングラスのつるをですね通して引っ掛ける、そんなシステムになっていますね。他のブランドですとこのグレゴリーとかがですねサングラス用のアタッチメントついているモデルがありますね。グレゴリーの場合はですね、この本体の真ん中にさらに固定するためのゴムのこうストラップがついてたりしますが、ロイターの場合はこの上から引っ掛ける部分のみになります。シンプルな構成ですね。そしてこちらチェストストラップですけども、この部分がですねゴム製のバンドが入っていて、ちょっと伸び縮みするんですね。このように余裕を持たせることによって、登山だったり自転車、ハイパルスな運動の場合はですね、どうしてもやはり人間の呼吸でこう胸の開きですね、こう上げ下げが生じるんですけども、その胸の動き、体の動きに合わせて伸縮する余裕を持たせてくれる、そんな仕組みのチェストストラップになっています。これもかなり考えられた仕様ですね。はい、サイドに回ってきまして、で両サイドにメッシュ製のボトルポケットがあります。はい、こちらは1リッターのナルゲンですね。しっかりと入りますね。伸縮するメッシュですので、激しい動きにもしっかり追従して、ボトルを落としたりなんてことはないかなと思います。そして今緩めましたこのコンプレッションストラップ、このボトルポケットの上に沿ってまず1本、そして
上部分にもう一本ですね。どちらもコンプレッションできますね。調節が可能で、上のストラップの方はこちらバックルで取り外しができるようになってます。この上部分の取り外しはですね、この下にあります両サイド独立した縦型のジッパーポケット、こちらの開閉取り出しのために開いているような感じですね。どちらも独立した機質になってますので、まあ、メインの機質とは通じていません、まあ、物を小分けにできるポケットですね。このジッパーの面に対してしっかりとこう上蓋ですね、生地が覆いかぶさるようになってますので、まあ、かなり風雨の侵入性も低い仕様になっていると思います。はい、この本体表面側に回ってきまして、こちらまず外側にトレッキングポール用とアックス用のアタッチメントのシステムがそれぞれついています。で、トレッキングポールの方はですね、こうしっかりと2本分ベルトがついてますので、まあ、1本ずつ挿入することができます。このバスケットの部分がちょうど引っかかるぐらいがいいかなと思います。アタッチメントを引っ掛けてこう引っ張る、はい、こういった感じで簡単に固定ができます。同じようにアイスアックス用のカブのウェビングですね、折り返して、はい、こういった感じで、これ片方ずつしっかりと役割が決まっているので、場所をこう決めるときに非常に整理しやすくなっていると思います。そしてこちらフロントの大型のストレッチポケットですね。前のモデルとちょっと変更になってました。前のモデルはですね、今このちょうどメッシュになっている部分、まあ、この部分に当たる部分がナイロンの生地 で、このサイドの今ナイロンになっている部分がメッシュのような感じで、こう余裕を持たせるそんな作りになってたんですけども、素材がちょっと逆な感じになりまして、で、前のモデルはここのトップの部分にバックルがついていて、この本体とこう接続できるようになってたんですけども、まあ、そちらが今回なくなりまして、シンプルなスリーブ式のポケットに変更になりました。こちらとこちらにですね、ヘルメットホルダーをですね装着する用のアタッチメントのポイントが4箇所ついていますね。ここにこうヘルメットホルダーが後付けで付けることができます。ヘルメットホルダー自体は別売りになります。はい、本体ボトム部分にもジッパーがありまして、こちらから内部にアクセス可能ですね。で、この機質自体はですね、このボトムコンパートメントでこういったジッパー付きの隔壁で2つに分けることができますので、こういった感じでジッパーを閉じてしまえば独立した一機質として使えますし、ジッパーを全開にするとこの本体と通じた大きな一つの機質として使える、まあ、多彩なパッキングのスタイルに対応しています。そしてこのボトムの機質のポケットよりさらにこの奥の部分、こちらには専用のレインカバーが付属しています。この本体自体にくっついているので風が強い時でもですね、飛ばされてなくなってしまうことがないような、そんな対策がなされています。こちらトップリッドですが、向かってこの背中側、正側の方に対してジッパー付きで、はい、結構広い荷室ですね。そしてこういったキーループも付いてますので、貴重品、鍵なんかをこうかけた状態で入れてしまっていくこともできます。トップリッド開けていくとこういった風になってました。このトップリッドの裏にですね、以前のモデルにもありましたけども、この国際的な救難信号を記した SOS ラベル、応急処置の方法なんかも書いてあったりしますね。で、このトップリッド裏にもジッパーポケットあります。これも独立したものですね。こう間違いないので、この薄いものを入れるのには便利ですね。本体内部は
このアタッチメントでこう引き絞って封をするタイプですね。ちょっと見にくいんですけども、こうやはり空間を作るためにこう湾曲しているんですね。でここにオレンジ色のベルクロとスリーブが1箇所、こちらで別売りの3リッターまでのハイドレーションシステムに対応します。給水のポートはこちらの穴から本体にこう出してショルダーベルトの方に持っていきます。はい、といった形でこちらフューチュラプロ36特徴についてご紹介してきたんですけども、こちらがですねフューチュラ32になりまして、このフューチュラプロとは別にノーマルのこのフューチュラというモデルもあります。こちら容量32リッター、今回ご紹介したフューチュラプロ36、こちら36リッター、まあ、容量的にも非常に似ているところで、まあ、何が違うのかというふうに思われる方も多いと思うんですけども、違いというのはですね、この背面のこのメッシュパネルの違いになっているんですね。画面に出ているのはこのフューチュラ32の背面のメッシュのパネルになっているんですけども、今この背面のメッシュのパネルが一番下の腰の一番下の部分までつながっているのが分かると思います。この背面のメッシュがですね、よりこう通気性を重視した作りになっているということが分かると思います。それに対してこのフューチュラプロ36はですね、この腰の部分の一番下の部分はメッシュではなくヒップフィンの付け根にあたる部分になっているので、こう埋まってるんですね。抜けの部分をですね、少しこう犠牲にすることによって、よりこう重いものを背負うこの重量に耐えられるような、そんな仕様になっています。ですので、まあ、この2つ比べた時の選び方としては、荷物としては軽量なものを運んだりとか、あとはこの背面の抜け感、快適性を重視したいという方はノーマルのフューチュラを選んでいただいて、しっかりと重い重量を背負う想定をされているような方はこちらフューチュラプロの方を選んでいただくといいと思います。はい、ではカラー展開ご紹介していきますと、こちら今回ご紹介で使用したのがマリーンとネイビーというカラーですね。このブルー系のカラーになってます。ちょっと薄めのブルーと濃いめのネイビーの、まあ、ツートンのカラーといった感じですね。はい、そして残りが2色ありまして、1色がアイビーとカーキ、こちらグリーン系のツートンのカラーと、ブラックグラファイト、こちらブラックとグレーの、まあ、ツートーンといったような感じのカラーリングですね。こちらの3色の展開になっています。はい、では実際にですね本体背負ってみました。私身長が173センチ、体重が54キロの痩せ型になっています。今ですね、まあ、約6キロぐらいのこうウェイトを入れた状態で背負っていますけども、まあ、しっかりとですね荷重がこの腰と肩に分散されて乗っている、そんな感覚を得ることができますね。こちらのモデルはですね、背面長の調整などはできない、まあ、ワンサイズのモデルになっているんですけども、こうショルダーベルトと背面に対してもこう隙間がない、ちゃんとしたフィット感を作り出しているのが分かると思います。でこの背面のパネルもですね、しっかりと張ってはいるんですけども、こう張りすぎていない、こう硬すぎてこう背中にちょっと硬い感覚があるといった感じはなくてですね、しなやかに背中にフィットしてくれますね。ポケットの使い勝手もかなりいいですね。ヒップフィンのフィット感もですね、こう腰への違和感というものがかなり少ない、こうしっかりとこの腰骨をこう覆うような、そんなフィット感を感じられると思います。はい、今回はトイターのフューチュラプロ36、こちらご紹介していきました。今回新しいモデルに変わったことによって、各部のディテールのクオリティがさらにアップしましたし、それ以前にですね、やはりこのクラスの背面メッシュのバックパックのベンチマークに位置づけられるような、そんな製品であるなと思いました。やはり年々こう夏の気温、これからの季節の気温というのはどんどんこう上がっていく傾向が顕著ですので、こういった背面メッシュのバックパックの選択肢の一つとして、ぜひともチェックしてみてください。ありがとうございました。